阪神来季は奥越プレイヤーが球団最多タイ10人に、阪神主力選手の契約更改が10日、兵庫・西宮市内の球団事務所で行われ、7日の佐藤輝に続き、新たに伊藤将司投手、27、中野拓夢内野手、27、が1億円プレイヤーとなった。この日、伊藤将、中野の他に大山もサイン、コンオフ、契約更改を終えた9選手が1億円超えを果たしている。未公開の青柳も今季年俸が2億4000万円のため、来季は1億円以上の選手が今季の7人から10人となる見込みとなった。夢あるな、稼げるって分かれば興味持つ子も増える。中日が強かった時、選手の年俸がどんどん上がっていって、オーナーがチームが負けて喜ぶ事態になった時があった。阪神は客入るから問題ない。かつては弱くても客が入るから、フロントが強くなるのを嫌っててんだよね。来年は村上、大竹、才木あたりが置くチャンス。木浪、坂本も追加。中日は最下位でも総年俸上がるという、移籍組除いても。しかもチーム内の最高年俸は近本の3万2000万なんだろう。コスパ良いよな。年俸上がってもよその球団いかんといて。阪神は実質世界一人気ある球団なんだから当たり前。大卒社会人だからある程度はわかるけど、伊藤の倍増は太っ腹だな。来年あたり長期契約結分ちゃうか。固定選手が毎日スタメンだから球団も査定しやすい上にコストカットできる。出番がほとんどない選手は年俸上がらない仕組み。脱支給の査定ポイントを引き上げたりしたからな。コーチからの指導もあったとはいえ、脱支給数リーグトップ、出塁率リーグトップ、打点リーグトップ、総得点数リーグトップ、HR 数なんてリーグ5位でトップの巨人の半分くらいなのにな。岡田こそ MVP。 すごいね。いい球団、いいチームだと思う。年俸分は入場料収入でペイできる。青柳は温情で現状維持だろうな。阪神はホワイト球団だからな。活躍したらしっかり上げる。観客動員で儲けてるのは健全だよな。ドラ6がここまで大当たりと花、2020年はヤバすぎるわ。満員球団とはいえペイできるんか。今の戦力なら3年に1回優勝していきそうだが、この上げ幅でアレンパしていけばどうなるのか心配ではあるわら。佐藤輝が1億5000万って安いな。成績見たら263、本24、打点92、打点92っていうのがすごいよ。2億くらいやればよかったのに。坂本が7000万で公開だから順当にいけば来年 C ランクで FA か。これは争奪戦が激しくなりそうだ。監督手形で一目だろうな。阪神はなんだかんだ明治派閥強いし。佐藤は思ったより早くにたどり着いたな。 FA 補強で1人に5億とか払うくらいならこの方が健全だし強くなる。近本は2億5000万くらいだと思ってたら3億超えで驚いたわ。どんでんが一番信頼してるのは伊藤将司やと思う。日尻は絶対勝ちたい地元の初戦と最終戦のロングリリーフを任せたしな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。